こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。そしてちょっと久しぶりかもしれない、もうちょっとしたらすごいいろいろ今用意しているところなんで結構アップするので、ぜひ見てください。そして今日の動画ではちょうど今この前発表されたところで AD300Pro 実は、ちょっと早めに届いたので、今日の動画ではちょっといろいろ実際にちょっと使ってみていろいろ第一印象ちょっといろんな感想、多分これからこれすごい売れる小さなモノブロックなんじゃないかなと思います。私の正直な意見を話すのでぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。もし私のチャンネル初めて見てる人だったらイルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話をアップしているので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そして、本題に入りましょう。AD300Pro で、大体ちょっと AD300Pro の話をしながら実際に私がたまに使うモノブロックの比較もちょっとだけ多分入れながら、もうおそらくこのストロボが今アマゾン見てたら確か5万5000円ぐらいの値段で、このストロボがよく使っているこのほぼ20万円ぐらいするストロボとほぼ変わらないんじゃないかなというところが結構あるので、すごいなんかモノブロックで多分結構人気が出るストロボだと思います。実際にちょっとだけ比べてるいろいろところもあるので、それもちょっと見せます。でまずちょっとサイズ結構コンパクト、正直に思ってた以上にコンパクトだったという印象が、最初触った時にありました。もうちょっとだけ長いかなと思いました。でもすごいコンパクトで、私がモノブロックとかなんかなんでこれを使ってるかというと、一つ大きな理由が、私のカバンに入れる時にレンズと同じ感じで縦で入ります。普通に使ってるシグマレンズと同じ形してるので、縦、こんな感じでカバンの中に入れることができるので、すごいいい感じにスペースが使えます。カバンの中にもしもうちょっと大きな、B10 プラスもあるので、 B10 プラスだとちょっと でかいので結局その大きなスペースを取ってしまいます。 AD400 とか600 Pro とかもでかいので結構大きなスペースを取るので、そこまで大きなサイズは欲しくないなというところもあるので、こんなサイズなのですごい、普通に縦でカバンの中にちょっとだけ長い、このストロボより、B10 よりちょっとだけ1センチぐらい長いけど、カバンの中に入れるとこんな感じで縦で入れることができるのがすごい便利です。そして、どっちが強いかっていうと、こっちかこっちか、こっちがスペック上で、確か250ワット、そしてこっちがスペック上で300ワットなんで、数字通りに若干こっちの方が強いかなという、印象がありました。で実際にちょうど、比べてました。同じストロボ、同じ環境でと比べてみると、左側にあるのが全く同じソフトボックス使ってます、いつも使ってるこれですね。これ2つ実はあるんで、1個は望遠鏡マウントにしてて、もう1個はプロフォトマウントにしているので、左側の方がこっちです。そして右側の方に、プロフォトを置いて撮影してました。全く同じ設定で撮影してて、こんな感じです。若干これは絞ってます、フル発光で絞ってます。F22 にしてます。 F22、 そして、250分の1もシンクロスピードに抑えて撮影してます。こう見ると普通にシンクロスピードに抑えたらそこまで差がないのかなという印象がありました。若干ちょっとゴドックスの方がパワー出てるのかな、ちょっと正直な意見でした。少しだけの差がありました。結構同じ、全く同じアクセサリー、同じ距離、全部同じ感じで撮影してます。そしてハイスピードシンクロにするともう少し差が出てました。これが右側から入れてるのがプロフォトのフル発光、10、1番の1、一番強い設定にしてます。そしてこっち左側来てるのがゴドックスです。
ゴドクスの AD300、これを見ると明らかにゴドクスの方はおそらく一段近くなんじゃないかな、パワーが出てるかなと思いました。結構、まあ、白くなってます。全く全部同じ設定、これは F1.8 ISO100 8000分の1で撮影してます。ハイスピードシンクロにするとなんでかちょっとパワーが出てました。プロフォトの B10 よりも、まあ、どんな感じで環境で撮影しているかというとこんな感じです。左側から、ゴドクス、右側から、プロフォトの B10 を設定して、まあ、こう見ると今ストロボにピント合わせてるけど若干左の方がパワーが出てます。両方全くフル発光で撮影してる感じです。なのですごい、まあ、パワフルです。で実は、AD300 をこれともちょっとだけ比べました。これ AD200 ね、 AD200 プロじゃなくて AD200 前ちょっと結構使ってる時もあったんだけど最近あまり、使うことがないんだけど AD300 と AD200 はどれだけ差があるかもちょっと今から見せようかなと思います。そして一つの共通点がちょっとだけデザインに戻ると、電池が同じ電池使えます。さっき AD200 の電池を入れたら全然問題なく使えてます。確か若干なんか変わってるらしいんだけど数字見てたら、AD200 の方で使ってた電池がなんか数字がもうちょっと大きかったのはなんでだろう。まあそんなもんか。ちょっとこっちの方が、まあ同じ電池は使えます。同じ電池使えるのでまだどれだけ1回の撮影でフル発光で1回使えるのかまだ確認してないのでそれはまた実際に、まあ、いろんな撮影で使ってから、また動画で話したいと思います。なんかスペックで見てたら確か300回ぐらいだったかなと思います。プロフォトが確か400回でこっちの方は電池がちょっとでかいかなと、で使う時にまあここのレフレクターは外せます。これは外してでこう使うとゴドクスの、ゴドクスマウントのアクセサリーで使えます。まあ綺麗にゴドクスマウントのアクセサリーがつくんだけど私ゴドクスマウントのアクセサリー持ってないのでまあ、いろんなストロボ使ってるので普通に日清も使ってるしプロフォトも使ってるしカクタスも使ってるしゴドクスもたまに使ってるのでだいたいボーエンズマウントで統一したいので結局多分ゴドクスアクセサリーは使えません。なのでこういう感じの、まあ、ブラケットというか三脚につけるやつがついてるんだけどこうなると結局アンブレラでしか使えません。もしくはゴドクスのアクセサリー。でもゴドクスのアクセサリーないので結局これが必要になります。まあ、これが何かというと、まあ、普通の S ブラケット。ただ S ブラケットは普通の S ブラケットじゃなくて下が外れる S ブラケットじゃないとダメ。下が外れると完全に丸い形になる。丸い形になると。すみません。はい。またシリが何言ってるのこんな感じに、ストロボが普通に入ります。だからこれがちょっとだけ不便かな。結局 S ブラケットがまあ必要になるところです。ただこの新しいタイプの S ブラケットがもうちょっとコンパクトになります。これ上に畳めるので、まあ、こんな感じで結局持ち運ぶことになります。ゴドクスのAD300 そして実は LED ライトもついてます。 LED ライトもついてて、まあ、ちょっと使ってみたんだけど普通に強かった。 LED ライト1回私の後ろの赤い背景を消して LED ライトをつけるとまあまあパワーが普通に出てます。そして長押しをするとLED ライトのパワーだけじゃなくて、ホワイトバランスもコントロールできます。冷たくしたり、暖かくしたり。そして結構もう一回、普通にパワーが出てました。さっき一番強いパワーに、プロフォトと一緒に並んで、両方は、まあ、もちろん
ファンが入ってます。ファンが入ってて、まあ10分ぐらいしかつけてないけど、一番最初プロフォトの方が静かだったけど、10分ぐらい経ってからもうちょっとプロフォトのファンがうるさいかなと思いました。まあ、たまに普通にインタビュー撮影とか動画撮影撮るときに、ここの LED ライトも結構好きなんだけど、まあ、またもうちょっと長く使ってからその感想を話すけど、まあ、普通に LED ライトもすごい使える、動画とかもしなんかインタビュー撮るときには使えるかなと思いました。こういう感じかな。そして AD200 とちょっと比べてみると、なんかそこまで、もちろん AD300 の方はパワーが強かったです。これが AD200 を F2 で撮影してます。そしてこれが AD300 をF2 で撮影してます。そして F2.8 ぐらい、F2.5 ぐらいまで絞ると、まあ、ちょっ と似てるような露出になります。なので AD200 よりは若干、まあ、私が持ってる今 AD200 のここにつけてる、アクセサリー、ヘッドよりは若干強いかなという印象です。当たり前だけど。でもめっちゃ AD200 より強いというか、まあ、そうでもないかな。という最初の印象でした。でも結構パワーがあるストロボ、ハイスピードシンクロ8000分の1とかでもすごい使えます。ただ AD200 と比べるともう一つすごい大きな差が、まあもう一回私がこの前のアタッチメントしかないので、それで比べてたんだけど、普通に丸い、壁に当たるとかなんかどっかに当たると普通に丸い。これがこういう形なので、実際に出る光もちょっと変な形になるところもあります。だからちょっと雨とかでこのストロボで撮るときちょっとだけ不便かなというところが結構あります。なんかあんまり綺麗に拡散、できないかな、もしアタッチメントを変えなければ。でもこっちの方 AD300 の方がちょっと丸いので、結構いい感じに光が拡散されるという、イメージでした。まあこれがちょっとしばらくいろいろテストして、ちょっと一番最初の感想でした。もうちょっとしたらちゃんとした撮影でも使うので、どれだけ電池が持つとか、どれだけオーバーヒートするか、もしくはオーバーヒートしないのか、そういう話をもし見たい方がいれば、また、別の動画で話します。これもいつもレイヤー2もつけるけど、つけるの忘れてました。動画長く撮らなすすぎて、もし何か見たい方がいれば、こういう実験とか何か見たい方がいれば、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。ストロボの URL も下の概要欄に入ってます。ぜひ、興味ある人が、多分本当に人気になる小さなストロボ だと思うので、結構もしかしたらしばらくしたら手に入れにくい感じになるかもしれない。まあきっと在庫あるだろうけど、でもこんなコンパクトな感じの丸いヘッドのストロボです。そして一回消します。 OK、 買った人いますか、注文した人いますか、もうゲットした人いますか、ぜひ下のコメント欄で教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。そして近いうちに、今週か来週になるかなと思うけど、すごい今私のデータ整理システムをめっちゃ改善しました。もう人生が変わるほど今すごいいろいろ楽になりまして、その話もし見たい方がいれば、実際にどういう新しいいろんな仕組みとかいろんなソフトとかでデータを整理しているか、もう本当にもう全部も勝手に整理されるの楽な感じになります。それ見たい方がいれば、それの動画も作るので、ぜひまたコメントで教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてこの動画はこれで終わりたいと思います。もう先日からこの動画アップしようと思ってたけど、いろいろ もうやりすぎて、今になりました。 OK、この動画これで終わりたいと思います。サブチャンネルもあります。ちょっと今日は1個ソニーさんにちょっとマジかという、小さな話アップするので、ぜひサブチャンネルもフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の上のカード、下の概要欄に URL 入ってます。ではまた次の動画で会いましょう。ちょっと久しぶりに動画アップしたイルコでした。バイバイ。